岐阜県政ホットラインスタート。野菜がいっぱいでとっても美味しそうだね。8月31日は野菜にちなんで野菜の日です。岐阜にもほうれん草やトマト、枝豆など美味しい野菜がたくさんありますが、皆さんは朝昼夕の3食、毎日の食事の中に野菜を積極的に取り入れていますか？生活習慣病を予防し、健康な生活を維持するためには、1日 350g 以上の野菜摂取が目標とされています。しかし、岐阜県民の平均野菜摂取量は目標に達していません。そこで県では、8月31日の野菜の日を含む8月を、清流の国岐阜野菜ファースト強化月間と定め、企業や商業施設などと連携し、野菜摂取の大切さを伝えています。清流の国岐阜野菜ファーストプロジェクト会議の委員であり、健康栄養学のスペシャリスト、岐阜女子大学の藤田雅子教授に野菜を摂ることの大切さについて伺いました。野菜にはビタミンとかミネラル、食物繊維が多くて、食事の初めに野菜を食べることで糖とか食塩の吸収を遅らせたり、吸収したものを排泄するような働きによって生活習慣病の予防に役立ちます。では毎日実践できそうな野菜ファーストアドバイスをお願いします。1日の野菜摂取量は 350g 必要で、小皿に換算すると5から6皿です。岐阜県民の場合、今の食事にあと1皿野菜を加えると達成できる状況です。毎日の食事に野菜料理プラス1皿を意識してみましょう。岐阜野菜ファーストの SNS アカウントでは、岐阜野菜ファーストプロジェクトに関するイベントなどの情報や、管理栄養士の監修による野菜たっぷりメニューのレシピなどを発信しています。ぜひこちらもフォローしてみてください。8月は清流の国岐阜野菜ファースト強化月間。健康で生き生きとした毎日を送るために、たくさん野菜を食べて野菜摂取量全国1位を目指しましょう。次回も見てね。